株式会社 NHK 情報ネットワークはかつて存在した日本放送協会の子会社。主に報道、スポーツ番組のソフト制作に携わっていた。略称は NHKJN。登記上の称号は株式会社 NHK 情報ネットワーク。主に以下の事業を手掛けていた。かつては JN スーパーファックスというダイヤル Q2 を利用した。 ファックス情報サービスも提供していた。また、主として、衛星放送でのスポーツ中継制作も担当し、実況担当のアナウンサーが一部、NHK 本体から出向して所属していた。制作担当なども含め、全社員の2割弱にあたる48人が、NHK 本体からの出向であった。一方で、NHK を退職した人材の再就職先にも、 なっていたが、かつて局内のセクシャルハラスメント行為で、放送局長を解任された人物が含まれていたと、して一部の報道で批判されている。一連の問題を受けた NHK 改革により、2009年4月1日付で NHK の関連会社である日本文字放送と合併し、新会社、株式会社 NHK グローバルメディアサービスに生まれ変わった。 突起なきものは NHK の衛星放送で放送。ありがとうございます。